え娘は中3ピアノで日本とヨーロッパ行きしています、えー、支援があり続けられていますコロナで収束も見えないしピアニストを食べに行くのは難しい現実も知っているのでここで進路変更してピアノは趣味にし高校受験をしようかもやっています、えー、海外からのオファーは減らずピアノをやめないように引き止められていますまあオファーがあるんだったらオファーがある限りやってみればいいんじゃないですかあの結局その あのまあ、不況だよねっていうのはあるんですけど、ただオファーがあるのであれば、それはずっとやり続けた方がいいと思うんですよね。その、 人生にとって何が楽しいのかとか、どういう生き方が幸せなのかっていうので、その、普通の会社員よりピアニストの母親の方が好きっていう娘さんもいたりするので、なので、まあ、あの、ずっと一緒にいてほしいっていうのであれば、ま、日本に戻ってきていクラスでもいいと思うんですけど、でもやっぱりそのなんか海外で、あの、活躍してる母親が好きっていう考えの子供にも行ったりするので、いや、逆ですかすいません <laughs>。どっちがどっちだこれ。本当だ、逆だ <laughs>。 なので、あの、ファーがある限りは、おフを受けながらやっていくっていうのでもいいんじゃないかなと思いますけども。えは、ー、じめまして、35歳会社員です。大企業でいろいろな部署からの寄せ集めの新規事業部門にいますが、知ったかぶりのおっさんが多いためか、いつも会議の議題が上滑りしているような気がするのですが、各チームの考えを深め、新しい発想が生まれる話をするには、どうしたらよいでしょうか。えっと、あの、リアルタイム会議やめた方がいいと思うんですよね。 そのなんか、ま、ズームとかでもいいんですけど、なんかあの、ガ首並べて喋ると、なんか喋ってると仕事した気になるおっさんっていうのが、どうでもいい話をするんですよね。なので、あの、テキストベースでやると、意味のある文章しか書けないので、 いは、じゃあ、スラックですとか、メーリングリストですとかで、じゃあ、お互いにそのメールベースで進めましょうってなると、あの、俺昔こんなことしたからすごいよとか、あの、俺の知り合いのこういうやつがいるけどすごいんだよね、みたいな、どうでもいい自慢の余地がなくなるんですよ。まあ、メールで書いてもいいんだけど、あの、完全に無視できるじゃないですか。でも、リアルタイム会議の場合、そのなんか、おっさんの自慢に30秒とか1分とか取られちゃうので、なので、その時間を減らした方がいいので、なので、リアルタイム音声会議をやらないっていう選択肢の方がいいんじゃないかなと思います。 えっと、トラさん英語塾というチャンネル名で英語の授業動画を上げています。一般的な休憩 YouTuber は10分程度の動画がほとんどですが、私は1本見れば1つの文法単元について全て網羅できるという体系性網羅性の高い動画にすることで差別が上がっています。すると、必然的に2時間程度の長編動画になってしまうんですが、勝ち目はあるでしょうか。トーイック満点、英検1級を持っています。トーイック満点ってすごいですね。え えっと、あのやろうとしてることは分かると思うんですけどただその2時間がすごく独善的になってる気がするんですよね要はそのこれを全て理解できたらきっとうまくいくよっていうのをやろうとすると2時間になると思うんですけどあの要は例えばじゃあこの教科書全部暗記したら100点取れるよねって言っても普通の人ってあの教科書1冊暗記できないじゃないですかなのでその世の中って TOEIC 満点取れないし英検級取れない人が多いんですよ なので、むしろ、その、勉強が長く続かない人が普通なんですよね。なので、その、できない人がどういうふうにものを考えるかっていうのを、に合わせて、できない人のレベルで教材を作らなきゃいけないんですよ。でも、その、トイック満点の人だったらこれくらいできるよねっていう、できる人に対してのものづくりをしてる気がするので、ちょっとなんか、方向性が間違ってるんじゃないかなという気がしますけど。 はじ、えー、めまして36歳女性です。一回り年下の男性からアプローチを受けています。男性としてタイプではないですが、人としてはとても良いと思うので、押し切られてしまいそうです。女性がすごく年上の年齢、恋愛や結婚ありですかありだと思います。あまりの年下で戸惑っています。あまりにも一回りしても24とかでしょ、えー、彼は女性との出会いがない仕事環境だからかなと考えています。ちなみにお互い独身で彼は私の年齢を知りません。多分若く見られます。よろしくお願いします。 えと、あの、フランスの大統領がブリあの、マクロンさんっていう人なんですけど、で、マクロンさんが高校生の時に、そのフランス語の先生だったブリジットさんっていう人と結婚したんですよね。24歳上とかだっけっていう感じで、そのマクロン40代だけど、もう、あの、奥さん60間近とかなんですよね。でも別に問題なく暮らせているので、なので、別にあの、その、その年下の男性が、まあ、将来的にありなのかなと思えば、 で付き合っっててみてもいいいじゃないですか嫌だったら別れればいいしでまに、あ、別にあの別れてもまあそのいい経験というかまあいい思い出にもなるかもしれないので別に嫌じゃなければさっさと付き合えばいいんじゃねえのって思いますけど、えー、家業で事業用の土地と建物を数件とアパートを数件経営していますこの先中古のアパートとマンションを買い足して日本に延べして売買や経営していこうと思ってるんですがどのようにしていったらよいでしょうかアドバイスをいただきたいです場所は福岡県で管理は委託しています、えー、やめた方がいいと思います <laughs> あの、今、めちゃくちゃ不況なんですよね。あの、ご存じないかもしれないですけど。あの、例えば、ホテルとかって、その、あの、倒産が今、結構増えていて、旅館とかも増えていて、で、あの、ちょっと前まで、その、アパートとかを、Airbnb みたいのをして貸し出すっていうのがあって、結構、その、外国人観光客向けにアパートが、あの、借りられるっていうのがあったんですけど、残念ながら、今、あの、外国人観光客っていうのもほとんど来なくなっちゃったので、 なかなか貸し出しも難しい状況になってるので、あの、えっと、うまく、その、なんか、リノベして高く売れたらおいしいよねっていう気持ちは分かるんですけど、残念ながら日本の経済がそういう状況ではないので、あの、経済が戻るまでは、普通に、あの、なんか、もっと安定して安全なところにお金を貼った方がいいんじゃないかなと思いますけども。 えー、もし現在高校生または大学生だとしてプログラムで食っていきたいと考えたら学生のうちにまこなり社長のテックキャンプの授業を受けたいと思いますかまたそのスキルを身につけたとするとその後の将来設計どのようにしますかえっとテックキャンプってあの踏み倒しするためには高校生だとなれないんじゃないかなあと多分初回に60万とかなんか払わなきゃいけないと思うので高校生だとお金ないと思うので多分とここのダブルダブル入門とかあの無料のサイトで勉強できると思うので あの、ま、僕の知る限り、割と優秀なプログラマーで、プログラマーの学校に行ったっていう人見たことないので、なので、あの、プログラムで食いたいと思ってるんだったら、ネット上のものだけでプログラムできるようになるっていう風にした方が、長期的には伸びるんじゃないかなと思います。ある程度そのプログラムってこういうもんだよねっていう概略を理解したとしても、じゃあその新しい知識とかって、やっぱネットで自分で調べて習得するっていうのがないと、そのなんか、じゃあこういう新しいものができましたよとかっていう時に、対応できなかったりするんですよね。 じゃあ,あ,の、えー、とじゃあそのなんかあの iOS のアプリを作ってくださいって言われてもじゃあ iOS のドキュメントっていうのがどこにあるとかじゃあそのなんかこういうので詰まった時ってどうやってやったらいいのとかっていうのを調べたらチーターが出てくるみたいなっていう感じでそのなんかネット上にあるものをいかに使ってプログラムを作っていくかっていうのを習得できないと結局そのなんか学校で教わってもその後現場では使えなかったりするのでなので最初からそのネット上のものをうまく利用する癖をつけた方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、風俗に逆指名制度を導入したら業界に激震が走りそうじゃないですか例えば客をモニターで確認してあまりに不細工だったらお帰りくださいみたいな逆の立場で考えると口が臭そうなままを抱けるかと聞かれると10万積まれてもいやいやいやと考えてしまいますまた3種の真偽チビハゲデブのボトムアップにもつながると思います逆指名制度どうですかね 多分その逆指名制度のお店に行くのは最初からイケメンの人だけで、で逆指名だからまあ安いっていうので、で実際にその金払う人たちっていうのはチビハゲデブだと思うんですよね。要するにそのチビハゲデブの人たちっていうのが、そのまあ通常の素人さんが相手にしてくれないからお金を払って相手をしてもらうっていうのは風俗なので、なので金払いがいいのはチビハゲデブなんですよね。 で、あの、たまにイケメンのお客さんっているかもしれないんですけど、それって、その風俗がどんなもんなのかとか、付き合いで消えるだけで、風俗ドハマりするはないんですよね、基本的には。なので、あの、チビでグハげからいかにお金を取るかっていうのは風俗業なので、そのチビハゲデブが損をするような仕組みにすると、売り上げは結局下がるんじゃないかなと思います。 えー、結婚を考えていて6年付き合った35歳を振って26歳と結婚予定の36歳男です前の彼女とは円満に別れましたが前の彼女を年齢的に結婚せず子供を作らなかったことをお互いに後悔しています今のところ現在の彼女は黙ってますが前の彼女に精子提供することは法的に問題ありますか法的には問題はないですねまだ結婚しないので えー、元の彼女は医療職でシングルとして生きていける力があり、経済的な要求はありません。えっと、経済的な要求はありませんは現段階なんですけど、ただ、じゃあ、経済的に問題が出た時に、実の父親んだからお金を払えって言われると、残念ながらお金を払うことになります。要するにその、今シングルで子供もいないから、経済的に問題ないのは当然なんですよ。 ただ、子育て始まりましたって言ったら、その、まともに働けなくなるじゃないですか。そうすると、まあ、お金足りないよね。で、毎月の余裕金欲しいよねってなると、まあ、DNA 検査して、あなたが父親ですよねってなると、それは普通にあの余裕金くれよって裁判所に持ってかれると100、100%負けます。<laughs> なので、あの、現段階で、その、経済的に余裕があるうんぬんっていうのは、基本的に意味のない話だと思います。はい。 勉強が得意でしたいこともないまま勉強を続け、今年東大法を出て小試験合格後、大手企業法務事務所に入場する予定でいます。ただ事務所で死ので働かされるので幸せになれるの悩んでいます。量産型エリートになりたいわけでもなく、でもキャリアも積み上げないと不安です。幸せな人生のためのアドバイスをお願いします。多分やりたいことがなくて、これやってたらなんかあのみんなが褒めてくれるからなんとなく勉強したらそのまま勉強し続けて、まあ、 あの、今の状況に行っちゃったって人だと思うんですけど、なのであの、その勉強できると褒められるっていうのが、あの、昔のモチベーションだったと思うんですけど、なのであの、逆にあの、人に対してなんか丁寧にすると褒められるみたいなのもあると思うので、あの、ま、世の中ってあの、いろんな NPO みたいなのがあって、そのなんか、 生活困ってますっていう人に、じゃあ生活保護をえると取れるよとか、なんか交通事故を起こしたんですけどお金がないんですっていう人に、じゃあこういうふうに対処したらいいよみたいな形で、その、ある程度弁護士としての能力がある人が、その人助けができるタイプの NPO っていっぱいあるんですよ。なんでそういうところにそのボランティアで参加して困ってる人を助けるっていうのを、まあ、ただでやると、割とそのありがとうございますって褒められたりするので、そこで承認欲求が満たせると思うので、なので、あの、無償労働をしてみるっていうのをやるといいんじゃないでしょうか。